今日の聖書の言葉、使徒の働き、2章25節。新約聖書の中にこんな言葉があります。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主は私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。今日の聖書の言葉は旧約聖書の詩編から引用されているものです。ダビデは 旧約聖書に登場する古代イスラエルの代表的ともいう、まあ、彼が王様をしていた時代その王国に大きな繁栄をもたらしました彼はたくさんの詩編を残していますがその詩編の中からの引用です「私はいつも主を前にしています」とありますが別の日本語訳では「 神様を投資していたつまり透かして見ていたそんな風に訳されていますダビデについてのエピソードは旧約聖書に多く記されていますが一つご紹介しましょう彼がまだ少年時代のことです当時イスラエルはペリシテ人の軍隊との激しい戦いの中にありましたペリシテ側にはゴリアテという巨人がいてどうしても イスラエルは彼に勝つことがでできなかったのです多くの兵士たちは彼のことを恐れていたからですそんな状況の中でこの少年ダビデは立ち上がりゴリアテと一対一の戦いに挑むのです目の前にまるで山のようにそびえるそのゴリアテの背後に神様がおられる そしてその神様は必ず勝利へと導いてくださると信じたんですねまさに問題の向こうに神様が透けて見えたんです。この少年ダビデの活躍によってイスラエルはペリシテに圧倒的ともいえる勝利を収めました私たちがたとえどんな大きな問題の中にあったとしても神様を信じる時に 神様が共に戦ってくださいます不可能を可能へと変えられる真の神様と共に歩む人生ほど確かなものはありません私はいつも死を前にしています主は私の右におられるので私は揺れ出されることはありません